高野巣西道路は、秋田県北秋田市今泉から、北秋田市脇上までの、国土交通省東北地方整備局が管理する、国道7号の自動車専用道路及び、秋田県が管理する、一般道路からなる、延長 5.25km の道路である。伊勢道線遺跡からの景観を守るため、半地下方式で、内陸線。 県道の下を通る高野杉市道路2012年度から、秋田県道325号、大館の白空港再線、または国道7号に改良工事、またはバイパス工事を施し、既存の県道を一部活用するため、高野杉市道路は県が工事を担当。国指定史跡、伊勢道線遺跡の近くを通過するため景観に配慮し、秋田内陸線との交差を、 全国的にも珍しい半地下方式にした。県道325号に並行する本道路の部分は2020年12月13日15時に日本海沿岸東北自動車道に並行する自動車専用道路として大館の城空港 IC から本道路終点までのすり付け区間とともに開通した。開通により の代市し方面から大館のし空港へのアクセス工場、物流の効率化が期待されている。全通後は、自動車専用道路として、秋田自動車道二つい白神 IC から国道7号の二ついバイパス二つい今泉道路に連続し、高野巣西道路を通って、高野巣大館道路へ連続する見込みである。ありがとうございます。